おっさん、アクシントローです。アクシントローです。今日、いつもの稽古で、テンションがあります、で、その昔の動画で、先生と新十郎さんが、そのテンションの保険から指導で相手技やってたんですけど、あれ僕はあんまやったことないんで、あ、そうなんだ。そうそうそう、ちょっともうできたね。できるかな。テンションやってないテンションテンションそのままやる。スッと釣り上げてシュッと下ろすっていうこういう動きがあるんですが、どれもこのテンションは呼吸と一緒にとこう FD っていう呼吸と一緒にやる方で、だから深層筋が働くね、でこのいつも言ってる通りでシュもう腕を使ってやったら何もならんけど、もう手もう本当はだらーとした感じでね、心臓に吐かれてっていうこういう感じで出してってこうするの。だからそれでね、こういうふうにハーッと何ここで何ですか。やっぱここに入っちゃうみたいな。こうして持たれてると思うから、ここをにちょっと意識が働いちゃうの。で、ここをやるとしたら、ここは関係ない。こんなとこなんもない。もうここ、はぁここは何も働いてない。変わってない。なんかここじゃない感じはします。それが、ほとんどの人がやっぱり、この愛機的にやるって言うと、ここの相手がいると思って、で、ここに、ここをぶつけて動かそうとして、でここも深層筋を少し動かせば、今ここを押さえてるけど、強い力がちょっと少しクッって感じにはなるけど、これぶつかってるね。ぶつかってる。でなくて、ここはもうこの持たしたまま関係なくて、ここもブラブラ、肘もブラブラで、はぁーってこう、強いだからもう分かってくると、もう全部、一緒な感じで、ただこのだからあのテンションの方もそれ分かってやると、その呼吸筋をよく連動させて、あのこういう合気技になるわけで、そうすると
だから、はーってやってるんですが、あっ、なんでいいですね、チュッチュッと、もう、チュッ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 、あっ、あっ、おぉ、こういう風になるのが、はい、切ったりやる。これは、だからこう、こうやってるけど、ここ以外のところにチュッチュッってやる、チュッチュッと。でも結構、ここら辺が動いてる感じです。肩甲骨、肩甲骨でもない。もう、鼻の裏とかそういうとこから、だから肩甲骨でやるって意識すると、こんな感じ。ちょっと近くなるでしょ。確かに。だから遠いとこ、遠いとこ行けば行くほど、気づきにくいわけよ。これで待ってみようか。聞こえてる。まあテンションも片手もまあ合気技ができるので、まあぜひ稽古してやってみてください。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。